群馬県立立林高等学校は群馬県立林市にある県立高等学校。略称は、八方高観光。東毛に所在する伝統校。前身である大田中学オーラ文校が1901年に創立された。1912年にオーラ文校は一旦廃止されるが1921年に再校。全日制は1学年6学級で、 定員は240名、開校以来の男子校である。定時制の定員は1学年40名。部活動が盛んである。特に、レスリング部は全国屈指の名門であり、多数のオリンピック出場選手等も輩出している。1901年オーラ郡立林町に設立された、大田中学オーラ文校が起源であるが、1912年にオーラ文校は廃止となった。 郷土選各社の献身的努力により、1921年2月に1学年定員250名の県立中学校として設立許可を受け、その年5月仮校舎で最高の式典が行われた。その後、幾多の変遷を経て1948年4月に1学年900名の新生高校として許可され、現在に至る。 旧木造校舎群馬県立立林中学校、海派垣校庭西側に広がる松林、旧生中学時代から、原型は同じである。北極星になぞらえ、律という文字と垂直に伸びる線で構成されている。同校に学ぶ賢治は、人生航路において宇宙に浮かぶ北極星のごとく、社会に貢献できる人間であり、人間社会のリーダー。 指針を与える好期ある星になるとの意味が北極星に込められている。縦林という地名はかつて立林と書かれていたため立の字が刻み込められている。戦後、学生改革によって新生高校となり中心に校の文字を配した。同校設立当時から実施されていた八火演習や大正14年度から太平洋戦争の終戦まで、 教育過程の成果であった学校教練に使用された重機が保管されていた。戦後一時物質として使用されたが、現在は倉庫として使われている。建築年度構造建物面積保管重機毎年、同校主催で全国の高校から弁士を集い、催される。本大会は1952年に、 1> 第1回の同行主催の弁論大会が開催されて以来、多くの参加者が雄弁を振るってきた。過去には、北は北海道、西は沖縄県まで、日本全国からの参加者が見られる。会場主催公演表彰一覧旧生大田中学、大浦文高旧制立林中学、新生立林高校。ありがとうございます。